はい、こんにちは。今日は NC750 にまつわる伝説について検証したいと思います。よく語られるフィットのエンジンを半分にしたという伝説、もう一個は、250cc バイクより燃費がいいんじゃないか説ですね。こちらについて本当に正しいのか、まあ一次データと私の実装記録をもとに検証したいと思います。まず最初にフィットのエンジンを半分にしたという伝説ですね。これはですね、この NC750 の話ではなく、前身の NC700 での話が正確なところですね。当時のフィットのエンジン 1.3 リッターは L13A型って言うんですけれども、 NC700 と全く同じボアとストロークでしたね。でこれっていうのはエンジンのシリンダーの大きさですね。ボアっていうのは直径で、ストローク長さですかね。でこんな話もあったりして、なんかフィットのエンジン半分説っていうのがまことしやかに囁かれてるということな状況です。これ実はね、噂ではなくてですね、開発者インタビューで実際あるみたいなんですよ。で実際私も調べてあったのを確認しました。ホンダの開発者がNC700 を開発する際に燃費の話でやや悩んでいたらしくて、居酒屋でピット 1.3 のエンジンを半分にしたら、もしかしたら燃費の良いバイクができるんじゃないかということを話したんですね。その思いつきから翌日に四輪部門の方でその相談を持ちかけたというのがことの始まりという逸話が残ってます。ホンダっていうのはなぜか居酒屋でいろんなことが思いつくみたいで、なんか私これは確認してないんですけど、 VTEC エンジンの機構も確か居酒屋だって設定するんですよね。まあそんな話であるらしいです。でこの話はホンダの、開発者インタビューにあるらしいので、ちょっと概要欄に置いときますね。NC700 のエンジンは、四輪の技術が一部反映されているということでございます。なんかローラー式のロッカーアームとか、アルミ式のローラー式ロッカーアームかな、モリブデンコーティングのシリンダーとか、そんな話が、二輪に採用されたのも NC700 からかどうかわかるんですけども、大体本格的に採用されたと言われているようです。でただね、その後の話はちょっと発展系といいますか、変わってきて面白い話としては、フィット 1.3 は 1.5 になるときにストロークを増やしたんですね。排気量を増やすためにピストンの動きの幅を大きくしたってことですね。ですけど NC700 か NC750 になるときはボア直径を増やしたということで、アプローチがもう変わっちゃってきてるんですね。なので同じボアストロークを持ってスタートしながら、開発の改良の方向性ですねが違ってきたということですね。なので結論としては、フィット半分という話は発想としてはあったということです。ただエンジン流用ではもちろんなくて、技術の流用がされたということになります。で次の話ですね、250cc バイクより燃費がいいという話ですけれども、基本的に私フォルツァですね、250に乗ってた経験があるので、ほぼ同じ条件で比較できてます。 WMTC 基準でいうと、私が乗っていたフォルツァ MF13 は33キロぐらいだったということです。で今乗ってる NC750X は28キロぐらいだということで、基本的にはフォルツァの方が燃費がいいんですね。ただ、私の実装の感触で申し上げますと、東京都内23区内ですね、の流れのいい今日みたいな、一般道ですね。ただちょっとここは信号が少ないで割と燃費が良くなっちゃいますけれども、そういった比較すると、フォルツァの場合は26キロから28キロで走りました。で、NC750 は、今見えてるのが22から24、5ぐらいいくかな、ぐらいの感じです。なので NSC の方が燃費が悪いんですよ、街中は。なのでちょっとそういうことであんまり期待しすぎない方がいいかなと思います。で逆転するのは高速ですね。高速はフォルツァは24キロぐらいで走りました。100キロオーバーの高速ですね。で、NSC の場合は、27から30キロぐらいで走りますね。もっと条件が良ければもっと上がりますけど、なので NSC は高速の方がいいということですね。で、私の、経験上の燃費データですから、一次情報と捉えていただいていいと思います。
で、この違いっていうのは何で生まれるかっていうと、まあ単純に排気量と重さの違いで、250はまあ街中での軽快さっていうのが重視されて、まあ当然それに最適化された構造になっているということだと思います。ですが、まあ、750になってくると、まあ、街中というよりも高速巡航時に重きを置いてる、そもそもそういうバイクなので、そういったことですね。なので、まあ、繰り返しになりますが、250は街中では強いと。750のこの NC は高速の方が強いということで、排気量が違いということになります。で、おそらくですね、同じプラットフォームを使っている XADV も同様の傾向を示すと思います。じゃあ、まとめると、まあ、ネットではですね、なんか NC750 の燃費のすごいいい情報、神燃費のような、ね、燃費情報とか、あとフィットのエンジン半分とか、まあさすがにそれを信じる人はあまりいないんですけど、溢れてますが、まあ状況整理すれば実態ははっきり見えてくるかなと思います。この動画、以上になります。このバイクを購入されている方がいたら参考にしていただけたらと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。ではでは、さよなら。バイバイ。